火山神社は愛知県田原市にある神社。祭神は江戸時代後期の田原藩画廊であり、文人、画家、蘭学者としても活躍した渡辺火山。社殿は田原城で丸跡に建てられている。なお、火山自身の墓所は市内の城宝寺に所在する。晩社のことによって田原で秩序の実となった火山は生活の死とするため絵を描いたことに対し風文が 流れると、藩、宿二類が及ぶのを避けるため、天保十二年に切腹し四十八年の生涯を閉じた。江戸幕府が終焉を迎え、明治時代になると、反省における功績や、開国論が再評価され、人々に検証されるようになる。火山没後百年を翌年に控えた、昭和十五年、火山を祭人とする神社創建の話が具体化し、同年八月二十九日には、 神議員から創建の許可が下った。これに伴い、火山神社創立法参会が創設され、建設のための基金が集められたが、太平洋戦争の激化や敗戦後の混乱により、社殿造営は思うように進まず、昭和21年に、飯野ヤグルの仮殿を購入、移設して、田原城で丸後に創建、鎮座された。昭和34年、伊勢湾台風により、 社殿が崩壊、共栄港神社に仮潜座する。その後、昭和42年に現社殿が再建された。火山の明日である10月11日には、火山神社秋の大祭が開催される。結婚式場や会議等に使用される火山会館が併設されている。ありがとうございます。